任期満了に伴う補選市長選挙が今日告示され、これまでに新人一人が立候補を届け出ました。他に立候補の動きはなく、無投票当選の公算が大きくなっています。今日告示された補選市長選に立候補したのは、元県議会議員で無所属新人の田内弘之さんです。田内さんは重点政策として 市内のどこにでも行ける公共交通の整備や子どもの遊び場、地域医療の充実を掲げ、若者が進んで住みたくなる街を目指しています立候補の届け出は午後5時までですが、これまで他に立候補の動きはなく、田内さんの無投票当選の公算が大きくなっています